イバ、ビバツピーバツピとは、茨城交通が発行、導入する、同社一般路線バス専用非接触型 IC カード、乗車券である、茨城交通の登録商標、2015年12月1日開始。名称は、一般公募で選ばれた。開始時点では、ストアードフェアのみで、定期券機能は付いておらず、定期券機能は2016年2月下旬に、開始された。 本カード開始に合わせて通常運賃より安い1円単位の IC カード専用運賃が実施された。うば港の各地区では他カードと本カードの3種類並存状態となったが、本カードはどのカードとも相互利用に対応していない。また、電子マネーサービスも未実施。本カード開始に伴って共通回数券以外の一般路線バス用。 紙正解数券は利用は2016年6月30日をもって払い戻しは同8月31日をもって終了した。無記名式に限り紛失、盗難時の使用停止、再発行、オートチャージ登録ができない。デポジットは500円である。1ヶ月3ヶ月6ヶ月、波数定期券1ヶ月3ヶ月6ヶ月、波数定期券、学期定期券、後期定期券。 年間定期券、キャンパスポート3651枚の威抜ピニ2種類の定期券を設定可能カードは茨城交通の営業所、水戸駅前案内所で発売する。無記名式に限り取扱いバス車内でも発売。発売額はデポジット500円込みの2000円。現金チャージは取扱いバス車内の運賃箱や茨城交通の営業所。 水戸駅前案内所で取り扱う。なお、無記名式カードの発売や、現金チャージ、定期券、万有パスの更新は、自動積み増し機でも対応している。オートチャージ機能を設定することも可能。茨城交通の営業所、水戸駅前案内所、並びに、自動積み増し機にて、直近20件分の利用履歴を確認、印刷することが可能である。なお、履歴の表示内容は、 自動積み増し機と窓口とで異なり、前車では利用日、利用金額、積み増し額、後車では利用日時、利用種別、利用手留所、利用金額、積み増し額の確認となる。利用者割引、平日昼間割引、平日10時から14時までに乗車または後車、乗り継ぎ割引、前の後車から60分以内の乗車の割引サービスがある。利用者割引は、 割引後の額が IC 運賃として公式サイトの運賃検索において表示される。障害者割引は、記名式のみで、中学生以上では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳のいずれかを交付されている場合、手帳といわ、ピオ、水戸駅前案内所や各営業所の窓口で手続きすることにより、自動的に割引額が引き落とされるようになる。 有効期限は、手帳に記載された有効期限または、誕生日のいずれか短い日まで有効であるため、最長でも1年ごとに更新が必要となる。小学生以下では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳のいずれかを交付されている場合、小学校を卒業する年の3月31日、または手帳に記載された有効期限のいずれか短い日まで有効である。 処理されている県面には、丸に割りが入った文字が印字される。常用銀行クレジットカード、常用カードプラス利用者向けに、本カードのオートチャージで、現金還元するキャンペーンを2016年5月まで実施していた。ありがとうございます。